ちょっとうどんなんだけど、ちょっとパスタ風なんで、ちょっとねじりましょうか。どうも、ダメな大人の見本です。ということでですね、今回はですね、もうかなりね、いい感じになってきたんですよ。ただね、私今回3本取って、まだね、締めの料理に行ってない。やっぱ締めにふさわしい料理って何だと思いますか、皆さん。でもね、僕はね、うどんかなと思うんですけど、今回はですね、ただうどんを作ってもつまんないじゃないですか。だから今回レンジで超簡単に作れるカルボナーラ。もういいやって、もう限界なんでやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料説明、今回の材料説明すごくね簡単。これ、何ですか。うどんです。冷凍うどんで、あとですね、カルボナーラなんで卵ね、生卵1個です。で、あとベーコン、カルボナーラなんで、あとバター、これ僕が好きなんで、あとチーズ、これ僕が好きなんでね。あ、違う、パカカルボナーラだった。で、コンソメ、これは僕が好きだから。あとなんかブレーキブレーキ、あ、もうそのまま、もうちょっと、もう限界に近いから早く やっていこう。あの、こうお蔵入りになっちゃうから。まあ、とりあえずやっていきたいと思います。まずね、これね、ベーコンキッチュージャーマンション。これね、僕はブロックベーコンがよくね好きで買ってるんで、今回ブロックベーコンで作るんですけども、別に薄切りのベーコンで使ってもいいです。で、今回はね、ベーコン多め、だいたい僕 40g ぐらいなんですよ。今回 50g 用意しました。あ、でも 40g でもいいけどね、うん、別に全然平気で。これはね、切っていくんですよ。なんかちぎったりしてもいいです。今回はブロックベーコンなのであれしますけど、これ耐熱容器、いつもね、こういう耐熱タッパーですね。タッパー、あの、これは別に陶器の、あの、丼とかでもいいですよ。で、バターね、バターをバターっと入れます。そして冷凍うどんをね、1個入れます。で、これでラップして、600ワット5分なんて。5分もやる、これ。まあいいや、5分やれって言ったら、言ってるから、過去の俺が、シラフの時の俺が5分やれって言ったから、それ従いましょう。はい、ということでですね、そのうちにですね、溶き卵を用意しておきましょう。これね、あの、ちゃんと合わせておくといいですからね。卵1個ここにボウルに割っときます。これね、できればね、 L サイズがおすすめ。そしたらね、これを溶いておきます。で、ここにコンソメ、これね、3分の2っていうから、大体これぐらいかな。はい、このクラフトのね、粉チーズ、これで大さじ2杯、大さじ1、大さじ2杯、はい、で、これをよく混ぜておきます。これがね、味の要になりますんでね。5分って長いの。5分あったら俺がダメになるのに十分な時間だぞ、それ。カットするね、カット。皆さん、ではですね、5分経ちました。で、遊園地の遊びていきましょう。じゃあ、オープン。はい、まあね、5分間もやるとね、こんなもんです。ここ、今熱くなってるじゃないですか。熱いうちに、この卵液入れて、で、そしたら、もう混ぜしてください。そうするとね、あ、これね、今回プラカップだから今熱いうちに入れてるんですけども、もし陶器とかでやる場合はね、陶器とかでやる場合は結構ね、あの、熱がこもってる場合があるんで、あの、卵が半熟にいかない場合があるんですよ。なので陶器の場合はちょっと冷ましてから入れてください。で、ほら見て、こんなトロトロな、ほら、完璧じゃない。持っちゃいますよ。俺はこれを食べるのが先か、潰れるのが先かっていう感じですね。あらら、あ、でも完璧なカルボナーラのさ、この半熟具合なってるよ。いいね、これは、これは期待できるぞ。こんないいレシピ今までやってなかったの、俺。これはいいよ、小腹が空いた時に。あ、完璧じゃないですか。まずはね、あの、プラクターはね、多いめがいいかな。多いめ。そこに、パスタを入れる。そうするとね、レストランチックになるんですよ、これ。じゃあ、皆さん、おい、できました。完璧な
カルボナーラの完成です。はい、続きましたです。ああ、俺もう締めてんだ。感動のフィナーレを迎えたい。食べちゃうぞ。いただきます。あ、このチーズの香り最高だよこれ。これはね、これずるい。もうね、味完璧なの。コンソメとベーコンと粉チーズと半熟卵が全部このぶっといコシのあるうどんに絡まって、マジで。ということで、味変感じゃないでしょ。こんなに味変カンフージェネレーションって言ってたから、ちょっとアジアンカンフージェネレーションに何か送った方がいいんじゃない。だってめっちゃんこうまいもん。もちゃんこ、もちゃんこいいです。この酸味とさ、ちょっと鮮烈な辛みがさ、最後まで食べれる。じゃあですね、次の人って何があるのさ。じゃあちょっと限界なので、このまま置いてもらいます。また会おうぜ。材料説明すごくね、簡単でございます。まずね、ハイボールです。これがあると、僕が、ちゃんと説明できるようになる。プラスすごくね、美味しさがね、美味しく食べられる、僕がね。これ人によって個人差あります。